皆様こんにちは。蒼月流師範須藤恵水です。本日は基本の恵心系盛り花水盤を使って生けてみたいと思います。花材は前回に引き続き白いボケと菊です。では生けてみましょう。水盤の剣山の位置はですね、右の奥になります。まあ、長い芯を入れますが、芯の寸法ですね、水盤の直径プラス厚みの 1.5 倍になります。これくらいですね。必ず傾ける方の枝の皮を長く残します。斜めにカットしてこちら側に傾けるという意味ですね。剣山の左の手前、こちらに刺して45度です。自分の左の肩口の方に枝が出てきます。45度ですね。こちらが0度、床が90度、45度になります。この芯のまた4分の3の長さですね。やはり斜めに切って剣山の刺さりがいいようにします。で、剣山の後ろの中心、お花がきれいに見えるように立てて一回刺し、左へ10度少し前へ傾けます。そして今度は控えはお花になります。さらに添えの4分の3ですね。剣山の右手前、すぐ刺して75度に傾けます。自分の左の、右ですね、右の肩口の方に傾けてきます。芯、添え、控えが入りました。控えの重視ですね、控えよりは長くならないように注意して、手前の正面ですね、正面手前に1つ出ます。に1つですね。はい、そしてさらに枝で奥行きをつけます。はい、入りました。そしてまだボケがありますし、剣山が少し見えますので、その間に剣山を隠すような感じでボケを入れていきます。花より長くなりますとバランスが崩れますので気をつけてください。はい、これでいいでしょう。出来上がりました。さらに流木を加えてみました。ちょっと L 字型の変わった流木ですけれども、一つ流木を入れるだけでこんな風に変化します。いかがでしょうか。では本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。